先発投手の頑張りが光る今日のゲーム、タイガース高橋遥人、そしてドラゴンズは大野雄大、両左腕投手。タイガースのヒットが3本、ドラゴンズが1本。試合は0対0で6回裏に入ります。まあ、この回、はい、1番からですから何とかしてほしいですね。巡り合わせから言うとここでの先制点というのは非常に大きな意味を持ちますからね。はい、まあ、その向こう側にはやっぱりそろそろ高橋判断時期というのはやっぱり頭にありますか、湯船さん。まあ、ベンチあると思うんですけど、ただ高橋遥人のベンチの姿からすると、はい、変わる気配はなかったですよね。まあ、次は左の2番の渡辺、そして左大島とね、はい、左が2人続きますが、さあどうか。近本出る、ライト前ヒット。さあ6回裏、望んだ、出てほしかったこの近本、ヒット出ました。ノーアウトランナー1塁です。いやいや、4回に大きなチャンスもあるでしょうし、エンドランもあるでしょうからね、可能性としてはね。バッテリーとしてはその辺を探らなくてはいけないけども、カウントも悪くしたくないということになりますね。はい、そうなるとね。でしかも盗塁を気にすると、はい、やっぱりまっすぐに近い球、はい、まっすぐとかカットとかやっぱ多くなりますから。まあ、初球バントの構えだ、バントしました。これでこのままアウトになると4試合連続送りバント成功ということになります、中野です。初球から送ってない、これ結構難しい、なるほど、というふうに踏んだんですよね。はい、まあ、一応木下の阻止率は4割2分6厘と、さあここ、さあ今日糸原はこれ2安打してます。まあ、これも一つね、はい、ベースにはあってということになると思いますが、山ですよね、大野からすると。この後の2人がこれヒットって今日出てますからね。はい、普通にこう糸原と勝負していくのかどうかもわからないわけですよね。なるほど、はい、その辺もドラゴンズバッテリーは一つ考えの中に入れてという注目の初球です。変化、外、高め、お、糸原を打ち取ると、はい、マルテを別にファーストを出してもいいわけですからね。はい、あの糸原は1回下半身の故障で登録抹消になって6月11日に戻ってきたんですけど、そこから猛打賞というのは1回のみで、8月13日あのオリンピック中断から明けた後半、8月13日以降は猛打賞はありません。そんな中で今日は2打数2安打です。はい、はい、引っ張った、いいじゃないですか。今日の3安打目は先制のタイムリーになる、それと強打になる糸原。6回裏、3番糸原の後半戦初の猛打賞、3本目のヒット、タイムリーツーベース、タイガース1点先制です。いやー、このやっぱり糸原のところで決まりました。いや、猛打賞ですよね。この日のために猛打賞取ってたんですよ。でしょうね。いやー、でもいいところで出ましたし、はい、大野の中ではね、迷いながら投げたんじゃないかなと思うんです。あ、まあ、もう一個ボールになったら出そうかな、スリーベース空いてるんでね、そういうね、もう自分の気持ちも見つまらないまま、はい、うん、糸原に対しては感じはしますよね。